すごい綺麗に切れてる。丸く。え、でもこの上とかどうやるの、中谷さん。中谷さん、この上どうするの、どうやって切る。うん、あ、来て。あー、20ダラーでやってくれるの。案外安い。すごい、長田さん、これ、これ車のあれだ、上の部分だ。わ、なんかこれかっこいいじゃん。これすごい古いやつじゃない？この、これ見て、これ古いやつじゃない？これ古くない？Oh, that's a little box on a cannery. Back in the old days, you know, cannery used that box, you know. Tomato and stuff like that. They used that box, you know. でもこれすごい、ね、ヴィンテージな。かっこいい。え、言ってた？通訳は彼が。今日は中谷さん、英語がメインになってきて。中谷さん、日本で育ったよね？日本で育ったんだよね？日本で育ってさ、和歌山だっけ？そう、和歌山。中谷さん、ビデオ撮っていいか。中谷さん、ビデオ撮って大丈夫？中谷さんのビデオ。皆様こんにちは、顔デビでございます。お久しぶりでございます。本日の動画、まあ、いろんな最近行ってた、まあ、近所ですけど行ってたいろんな動画をアップしていきたいなと思うんですけども、まずは初めにこの伝説の男、勘と書いて男と読ませる、中谷師匠の家に行かせていただきました。彼のバックヤードが植物、果物すげえぞということで、まあ、野菜もすげえぞということで行かせていただきました。彼はですね、中学生の時にアメリカから日本に渡って、和歌山から渡って、それからですね、もうずっとこちらで生活されてますけども、日系人の英語だったりとか、まあ、日系人の感じっていうのもね、皆さん肌に感じていただけるかなということで、私と中谷師匠との会話もちょっと盛り込ませていただいて、その場の臨場感を楽しんでいただきたいなと思います。私はちょっとご老人とおしゃべりするのがお得意な方なんで、まあ、そういったところも楽しんでいただけたらなというわけで、見ていていただけたらなと思います。どうぞご覧くださいませ。すごい。いや、大丈夫大丈夫、まだ元気だからね。え、中谷さん、こんな、これが噂の桃、すごい。これはあの、うん、日本の白い桃よね。白い桃よ、白桃だよ。うわ、めっちゃ綺麗。それあのピックした、自分でピックしたらいいよ。ピックしたらいいよって、ほら、マナちゃん。ちょっと。あ、そう。いや、今年はもう。こっちも全部できるんだ。いっぱいあったけど、今年は。ぶどうもあるで。鳥とかが、カラスとかに狙われないように。すごい。めっちゃ綺麗。This is a Concord grape. Okay, first one brand, and go for eat that all the roots out, you know. Whatever you want to call something just came up again. You know, this time, you know. すごい、トマトもこんな綺麗に育つのね。ほら、トマトも綺麗に育ってる。トマトもこんな育つんだ。You can like those cherry tomato. You could pick this tomato later, okay? うん、わかりました。ありがとうございます。すごいな。はいはい。あ、ほんまやね。そこグレープや。That one died. That one got eaten up by the snake. But this one. すごい。めっちゃできてるやん。わ、かわいい。人工写真撮ってね、ここね。Watch your step now. はいはい。この一本の木が向こうまで行ってるのよ。あ、これがね。ね。ほんで、こちら。うん。で、ほんで、これ、ほんで、ワンサイドがこっちか向こうのとこまで行ってるのよ。これ、もう3分の1落としてしまったから。焼けてしまったの。なんで焼けてしまったの？熱すぎて。あ、そういうことか。熱すぎて全部ダメになっちゃった。暑すぎて、あれ、見て、この木から全部ガーっていってんねんて。めっちゃいくやん。See やわ。すごいすごい。すごいだろ？うん、すごいわ。ここね、
あの影だけはあのそばちょっと中谷さんと撮った中谷さんの農園から写真ありがとうありがとう、はい、影のとこね、はい、火に当たったとこはみんなのあの焼けて落としてしまうんだ。火に当たりすぎたらダメだ。いやあの焼けてしまうのよ。じゃあ中谷さん、これは影じゃないとダメ、それとも光も必要だよね。太陽ってね、普通のあのラーシアなんかね、火に当てたら、うん、とっても火に当てたら美味しいのよ。へえ、ね、でもツーストロングはダメと。あのなんていうの、うん、あのこの葉っぱ剥いでしもたねどうってね、うん、みんなダメにしてしもたね、ツーホットで、ツーホットか、お前のレーズになってるわ。はい、というわけで今中谷師匠にあのいろんなあの果物をね紹介してもらいながら、お野菜もできてるねなんて言いながらですね、ただちょっとシーズンがちょっと終わりかけてますので、あの豊作って見えないんですけども、こちらに関しては和歌山みかんももう 4,5 本あるということで、まあそんな風にあのありましてですね、まあこの勘と書いて男と読む中谷師匠はすごくてですね、もう御年90何歳ちょっと忘れましたけども、まあ元気なんですよね。そしてね、最近ね大きな事故にあったのにね、その事故から生還してね、なんとね逆に足がめっちゃ良くなったっていうね、すごい復活劇がすごいということで、まだまだ会話は続きます。どうぞご覧ください。それが桃か。これ白桃。これはアメリカの桃。アメリカの桃や。アメリカの桃。アメリカの桃。美味しそう。綺麗ね。いや、これはこの木はね、アメリカの。これはアメリカの桃だ。日本の桃とアメリカの桃とあって。え、これは中谷さん。アメリカの桃？こっちも。これは日本のあの。白桃？え、白桃、さっきもあったじゃん。2個ぐらいあるんだ。木が2本ぐらいあるんだ。あるでしょ。四本あるの。え、4本。みんなついてるのよ。一つから始まって。いや、みんな。すごいな。何だっけ、梨だ。20世紀梨。梨これ。うんうん。これ？あ、まだちっちゃいけど始ま、あ、できてき、でもこのサイズでいってるんだ。いいね、このサイズだったら。これは富士リンゴ。お前できてきてるわ。いや、できてるよ。すごい。でもこのサイズ感に収めてるのが素晴らしい。これを取っていいの？取ったらいい。うわあ、嬉しい。うわあ、嬉しい。ちょっともらって帰ろうね。大きいやつになって。まだ育ちいい男っていう感じ。すごいな。でも広いな、これ。これは広い。はいはい。すごい。でもこんな風にさ、植物を置くように、あの、あれしたんだ。ね、整備したわけじゃん。こんな来た時はね、うん、松の木3本あったの、ここに1、2、3、大きなで、ね、それ一番最初みんな切ってしもたの、うん、松なんかいらないから、いらないから、ね、松はいらない。それからみんなこうやって、私はこの桃の木はよ、はい、この桃の木、男子さんの桃の木はよ、はい、鳥が植えてくれたのよ。へえ。僕が植えたんだ、ないんだから。わかるでしょ、こんなとこ誰植えるのよっていうの。そうやな、そこにな。ね、あのこの鳥が植えたやつがこんな大きくなったんだ。うん、鳥の仕事です。鳥をね、みんなついだのよ。この人。すごいな。日本からあれ持ってきてね。うんうんうん。すごい。レモン見えないだろ。うん、ちっちゃく見える。まあ、ちょっとしかない。そこへ入っていってね、いっぱい中に見えるのよ。あ、そう。あ、ここに入ったらね。今も入ったらな、ある。あ、本当だ、めっちゃあるわ。中川に行ったらあるわ。勘と書いて男と読む伝説の男、中谷師匠のバックヤードでたくさんの果物や野菜、とりあえずあるだけ取ってこいということで、海賊のように、取ってきてからですね、別れを告げて、行った場所がですね、まあ、中谷師匠のとこに行くんだったら近くに毛糸屋さんはないかしらということで、毛糸大好きの川出部さんはですね、調べたわけです。ほんでね、まあ、行ったわけなんです。そしたら、不幸なんだか、幸福なんだか、ラッキーなんだか、アンラッキーなんだか、よくわからないんですけど、年に一度あるかないかようわからん祭りが行われてました。はい、そしてですね、この祭りがあるわけでですね、もしかして嫌な予感がするぞという感じで歩いておったわけなんですけども、なんとですね、私が行きたかった毛糸屋さんはですね、お休みだったわけなんです。で、マジで本当にイラつくぜということで、なんなの、私は幸せなの、不幸なの、
の、ラッキーなの、アンラッキーなの、ちょっとよくわからないということで行ってまいりました。こんな感じでお祭りなんだか何なんだかよくわからないんですけど、ずっとお店がありました。そしてこのお店もいろいろ買おうとか思ったらね、すぐ閉まりました。ラッキーなんだか、アンラッキーなんだか、絶対アンラッキーですよね。まあここがですね、私が訪ねたかったケイト屋さんなんですけども、とっても可愛くて、なんかレトロな感じ、とってもねカラフルレトロみたいな感じでやられておったんですけども、結局行けなかったんです。でもいいんです、これはラッキーと思いましょう。無駄なお金を使わなくてよかったぜっていう感じで、でも入りたいぜ、この店見たいぜっていう感じで悔しかった。私がちょっと欲しかったモンディブの毛糸とかも売ってるみたいだったんで、ちょっとアンラッキーでしたね。そういうわけで本日の動画は、他の動画もねプラスして載せようかなと思ったんだけど、大しておもろいネタもないなということで、本日はこれまでにさせていただきます。また次回の動画で。じゃあねー。